気ままにアルビトーク。いやもうかつてないくらい、いやね、おー、気持ちいいですよ。もう鳥肌立ちましたもん、見てて。ゲーム展開もね、良かったですよね。そうですね、まさにね、もう、目には目をのカウンターというかね、だから、今季多分カウンターからの展開ってアルビなかったんじゃないかな。そう、なんかカウンターがこんなにうまく決まってるのって、ね、アルビ、ここ、ね、数年でもこんなに気持ちよく決まるのって、なんか昔のいい時のアルビを見ていたかのような感じでしたね、攻撃的なチームになる時の進化の順番、最初は自分たちでボールを持てるようになることを頑張るんですよ。それでだんだん崩す形ができるようになってくるんですよ。でそうなると鋭いカウンターも出始める、これね、札幌がそう、いい傾向ってことだだと思う。番組的にはね、この長嶋選手がね、ようやく会心のね、先制点、嬉しそうでしたね。やっぱり見てても嬉しかったし、本人もすごく嬉しそうだったし、番組でもホームで決めたりって言ってましたからね。そうで、やっぱり1点決めたら何か変わる気がするって言ってたから、その変わるね、1点になっただろうし、すごいいい試合でしたしね、それはあるかもしれないですね。あのサッカー用語でのケチャドバってあるじゃないですか。ケチャドバ、これケチャドバ、ケチャップドバ、ケチャップドバ、あ、合ってるんだ。そう、1回やってしまえばバーって、そう、なかなか出ない時も1回出てしまえばケチャップのようにドバドバ出るんだっていう、あの本田圭佑さんの名言ですね。まさにね、あの 2点目なんて、2点目のアシストなんてね、ワールドクラスのアシストでしたね。いやあれね、俺もあのパスもすごいし、それをやっぱダイレクトで決めるっていうのが、なんかヨーロッパみたいだったわ。ケビン・デブライネの、ね、動画を見てね、見てモチベを上げた、うん、あ、言ってましたね。リプレイいろいろこうよく見てみると、このチョンテス選手 このボール受ける前のこの動き、前の動画でもちょっとプルアウェイみたいな話したけど、ちょっとそういう感じの、まあフリーだったんだけど、もう中島選手がいよいよ、あ、これクロス来るなと思ったら、もうちょっとこうね、離れてこう、こう入ってくるような、なんかさすがでしたね。いやでもそう、チョンテセがアルビのユニを着てビッグスワンにいるっていうのが、もうなんかすごいなって思いますよ ね、ね、そこですよね。そう、でも清水とユニフォームちょっと色に、まあまあね、でも清水のオレンジとは全く違う、いや違うオレンジだよね、確かにね、全く違うオレンジだってことは分かります。ちょっと今回ね、ちょっとあえてね、はい、注目したいな、はい、高木選手にちょっと注目してみたいな、まあ、間で暗躍する高木選手、分かる、あのトップ下でもなんかもう、そうですね、キラキラしてました、実際ちょっとデータも見てみると、ちょっと45分以上出場した試合のちょっとこの平均プレー回数っていう内訳を見てると、前半戦まあ大体1試合あたり45回のプレー回数があって、まあ大体このアタッキングサードミドルサード大体同じような割合でプレーしてる試合が多かったんですけど、まあ後半戦入ってまあまだ3試合ですけど、こう圧倒的にこうミドルサードはね、割合が多くなってますね。本当はあの相手のなんていうんですか、ディフェンスラインと中盤の間ぐらい、本当にね、ここで、嫌なところでボールを受けたりさばいたりしてる。でその、まあ、余裕が生まれたのかどうか、スルーパスの本数もね、前半戦の平均1本から今ちょっと4本、4倍以上に増えました。まあ、高木選手これまでいろんなポジションやってきたけど、ようやくこう自分の強みを一番活かせるポジションについたって感じなんですかね。そうですね、プレーが明らかに変わってるけど、でもチームのやり方も変わってるのかなって思いますけどね、シーズン序盤と。なんか勝ちに行くために何かを捨ててるとかじゃなくて、シンプルに良くなっていってる感じがするんだよね。洗練されてる感じがしますけど、だからなんとなく先だから、前半戦のアルベルト監督っていうのはどっちかといえばこう育成指導者としての顔、いろんな選手試したり、でいよいよ後半戦になってこう策士としてのね、戦術がね、出てきたかなっていう気がねしますけどね。次節、ね、京都、はい、一つ上ですね。大事ですよこれ、はい、一つ上の京都と、はい、アウェイ仙
藤選手は戻ったんですね。そうなんですよ、スーパー銭湯。え、本当にこの名前なんですか。いや、あのこれ芸名みたいな。いや、ゲーフラであったんですよ。あ、銭湯、銭湯っていう名字で。なんか一回、去年ビッグスワンで試合やった時にスーパー銭湯ってこう掲げてる人いたから。すごいセンスありますね。そう面白い。八千田結構試合出てますからね。ああそう、高卒ルーキーで。そう、あの前半戦の新潟戦でデビューして、でそこから結構出てますね。まあ、なんといってもピーター・ウタがね、まあピーター・ウタが今17点もう17点取ってる。すごい。そんな取ってるんだ。チョンテセと同い年の36歳。そんなに点取ってくれてんのに5位か。まあ、ただね、青柳戦ということでホームでめちゃくちゃ勝ってるんですよね、京都。あ、そんな、1回しか負けてないんですか。1回しか負けてないんです。これ新しいスタジアム。そう、あのね、なんだっけ、京都サンガスタジアム by 京セラだったんですよ。行きたいな、行きたいね。新スタジアム。新スタジアム行きたいな、でも行く予定だったんだけどな。ホームでも強いし、ちょっと逆転勝利もね、いっぱいしてるんでね、ちょっとなかなか手強い相手であるんですが。いや、でもそれは負けられないんですよ。負けられない理由もちょっとあって、はい、この1位から4位がことごとくこの海との対決なんですよ。この1位徳島は21位愛媛、北九州は22位群馬、長崎が19位、山口。じゃあ直接対決はこの2チームってこと。あと2位と7位かな、福岡、神戸。だからこれ上位、これ今回勝つ可能性が高いんで、これちょっとね、ここはこれ以上差を広げられないためにも何としても勝ちたい。上位もそうですしね、ここもね、そうですね、下もそうなんですよ。そうなんですよ。トップ10は割とね、そう、上位10チームが割とね、下位との対決なんで。で、それでいくと、じゃあ京都も同じことが言えるってことですね。そうですね。負けられない。そう、京都もここで負けちゃうとちょっとっていう話ね。次の試合はまた福岡と控えてますから、なかなか今月は結構一番大事。そう考えると、今福岡との昇格ラインとの差が9になってますからね。でこれ京都直接対決で逆転して福岡と直接対決で勝ち点差6になれば、全然これはもう俄然一気にね、一気にもう、なるほど、今シーズン一番の山場かもしれないですね。いや、これはちょっと山場続くね。何試合か OMVP ですか。はい、もう今日は、いや、でもやっぱりね、ちょっとね、直接インタビューで苦悩を聞かされたんで、やっぱこの中島選手ね。中島選手ね。ね、迷ってくるじゃないですか。それか相手の得失点シーンを防いだ田上とかね。あれね、あれは何気に重要なシーン。よく守ってくれましたよね。あれ戻んなかったら先制点取られてるか、まあ、違う展開があったかもしれないね。多分あれファール取られてなかったと思うな、あれ。まあでもこの試合は、はい、もう間違いなく、はい、チョンテセ選手。いや、そうですよ。そうよ。もうね、鳥肌、本当に。あのゴールシーンは本当に華麗だったし、まあ、試合後のそのコメントも素敵だなって思ったし、もう本当に何もかも素敵でした。ケチャドバ、これからも期待してます。まあ、ね、生徳では明日というか、そう、ね、チョンテセ選手の独占インタビュー、来週水曜日生特で放送です。みんな要チェックです。ということで、皆さん今日もご覧いただきありがとうございました。気に入っていただいた方、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。